世話になっておりますマサルです。今回はルーターの特徴について一緒に勉強していきたいと思います。とは言ってもルーターは本当に奥深くて、とてもこの動画一本では説明しきれません。今回は代表的な特徴だけに絞ってお話ししていきます。それでは始めていきましょう。まずルーターとは何か、大雑把なイメージをつかんでおきましょう。ルーターはネットワークとネットワークをつなげてくれる機械です。これからいろいろお話しするのですが、今回の動画で一番伝えたいのはここです。ルーターはネットワークとネットワークをつなげてくれる機械。まずはここのイメージができれば OK です。ネットワークとは何か、つなげるとは何か、それについてはまた後々の動画で説明していきます。まずは大雑把なイメージをつかんだところで少し詳しく話していきたいと思います。ここではスイッチとルーターを比較してみたいと思います。ちなみにいい機械なのでアイコンについてもここで説明させてください。ネットワーク機はこのようなアイコンで表されることがあります。スイッチは四角に矢印が書いているアイコン、ルーターは丸にこのような矢印が内側に向かっているようなアイコンです。試験でもこのアイコンの意味を理解しておかなくては問題を理解することができない場合があるので、しっかりアイコンも覚えておいてくださいね。それではスイッチとルーター比較していきます。まずスイッチは何をつないでくれているのか。スイッチは直接つながっている機器間をつないでくれています。なので隣り合う機械同士と言い換えることもできると思います。ルーターは先ほど話したようにネットワークとネットワーク同士をつなげてくれています。OSI 参照モデルで比較すると、スイッチはデータリンク層、ルーターはネットワーク層に分類されます。 OSI 参照モデルが違うと何が違うのかというと、データの中の理解できる情報の範囲が違います。スイッチはレイヤー1とレイヤー2を理解することができます。 OSI 参照モデルでいうとこの2つですね。具体的には MAC アドレスの情報を使って送られてきたデータの処理を決めています。ルーターはレイヤー1とレイヤー2に加えてレイヤー3、ネットワーク層まで理解することができます。ネットワーク層は IP アドレスという情報を使って宛先まで届ける経路を決めています。これまで学習してきたスイッチとルーターは結構違いがあるので戸惑ってしまうかもしれません。ましてやこのような文面だけでスイッチとルーターの違いを理解するのはとても難しいと思います。なのでこの後パケットトレーサーを使ってルーターの動きを見てみたいと思います。ただその前にあともう一つだけルーターの役割について先にお話しさせてください。ルーターはネットワークの負荷を仕切ってくれる役割もしてくれています。例えばブロードキャスト通信が発生した場合、ブロードキャストはネットワーク全体に届きます。もしこのブロードキャストの通信がどこまでも届いてしまうと、関係ないネットワークにまで情報が届いてしまい、不必要な通信が発生してしまいます。このような不必要なブロードキャストの通信が他のネットワークに影響させないようにルーターはブロードキャストの通信を止めてくれます。ルーターはネットワークを仕切ることでネットワークの負荷を下げてくれるという役割もしてくれているんですね。さあここまでルーターの代表的な特徴についてお話しました。この後はパケットトレーサーを使ってルーターの動きを一緒に見てみたいと思います。見ていただきたいポイントは、ネットワークとネットワークをルーターがつなげてくれているというところ、もう一つはブロードキャストの通信を区切ってくれているというところ、この2つを一緒に見ていきましょう。では実際にパケットトレーサーを使ってルーターの動きを見てみたいと思います。まずは簡単にネットワークの構成について説明しておきます。今回は2つのネットワークが存在しています。この黄色い円に属するネットワークと青色の円に属するネットワークです。このネットワークは IP アドレスによって分類されていますが、 IP アドレスによるネットワークの分類に関してはまた別の動画でお話します。今はこの黄色いネットワークの中に PC1 と PC2、 青色のネットワークの中に PC3 と PC4、 それぞれ別のネットワークに2台ずつ PC がある、ここを理解しておいていただければ大丈夫です。では手順に沿っていろいろ見ていきたいと思います。まずは PC1 から PC2、 同じネットワークにいる PC 間で通信ができるのかやってみたいと思います。 PC1 をクリックしてデスクトップのコマンドプロンプトタブから ping192.168.0.2 を入力してください。
ピング 192.168.0.2 が入力できたらエンター、するとリプライフローム 192.168.0.2 ということで PC1 と PC2 は通信できていることが分かりました。では次に PC1 から別のネットワークにいる PC3 に向かってピングを打ってみたいと思います。ピングの宛先は 192.168.1.1 になります。入力できたらエンターを押してください。すると今度はリクエストタイムアウトと出てきています。うまく通信ができていないようです。今の時点で分かったことは、同じネットワーク内にいる PC1 と PC2 は通信することができましたが、別のグループにいる PC3 に関しては通信ができなかったという結果が分かりました。ではこの PC1 が送ったデータはどこで止まってしまっているのでしょうか。シミュレーションモードを使って確認してみたいと思います。では右側のシミュレーションボタンを押してシミュレーションモードを起動しておいてください。今回は可視化する情報は ICMP だけで大丈夫です。イベントリストフィルターズの中に ICMP が表示されていることを確認してください。 PC1 から PC3 に向かってもう一度ピングを打ってみて、どこで通信が止まっているのか確認してみたいと思います。 PC1 をクリックして上のボタンでコマンドの履歴を呼び出して、もう一度ピング 192.168.1.1 を実行してください。するとシミュレーションモードなので通信がこのように可視化されます。プレイコントロールズの早送りのボタンでどこまで通信が届いているのか確認してみたいと思います。早送りをします。はい。すると PC1 の上でバツボタンが出ています。つまり PC1 は PC3 に向かったデータを自分の中で破棄してしまっています。自分の中でデータを破棄していることが分かったので、一度リアルタイムを押してシミュレーションモードを終わらせます。今見ていただいて分かったように、同じネットワーク内であればスイッチを経由させて通信することができるんですが、もし別のネットワークにいる PC と通信をしたければ、スイッチだけでは通信することができません。今回の動画の最初で学んだルーターを使ってネットワークとネットワークをつなげてもらう必要があるんです。なのでこのルーターを使ってこのネットワークとネットワークのデータを中継してもらおうと思います。それではこれから少し配線を変えてみたいと思います。まずこのスイッチとスイッチをつないでいる配線は必要ありませんので消してください。消し方はこの左上の×印のところを押して、カーソルがこのように×印になっていることを確認してケーブルを選択してください。するとケーブルが消えます。次はスイッチとルーター間を配線します。配線するときには左下のコネクションズを選んでください。するとどのケーブルを使って接続するか選択することができるので、ここですね、カッパーストレートスルーと書いているストレートケーブルを選んでください。ストレートケーブルを選んだらスイッチを選択して、スイッチの今回はギガビットイーサーネット0スラ1を選択して、ルーターのここが重要なんですが、必ずFA0 すら0を選択するようにしてください。ルーター1に接続するときには必ずここに書いている FA0 すら0に向かって接続してください。次は右側のスイッチとルーターを接続します。これも同じようにストレートケーブルを選択して、スイッチ1のギガビットイーサーネット0すら1からルーター1のこちら側は FA0 すら1を選択してください。必ず右側のネットワークは FA0 スラ1に接続するようにしてください。接続をするとしばらくの間このようなオレンジ色が出ますが、このオレンジ色が収まってから次の手順に行くようにしてください。オレンジ色から緑色に変わりました。次の手順に行きましょう。先ほどは PC1 から PC3 に向かって通信をすることができませんでしたが、今回はルーターを使ってネットワークとネットワークをつないでもらいました。なのできっと通信できるはずです。では通信してみましょう。 PC1 をクリックしてコマンドプロンプトからもう一度 PC3192.168.1.1 に向かって通信をさせてみましょう。上ボタンでコマンドの履歴を呼び出して 192.168.1.1 が IP アドレスに指定されていることを確認してエンターを打ってください。すると1回はリクエストタイムアウトが出ると思いますが、2回目以降はしっかり通信できていることが確認できていると思います。このようにルーターを経由させることでネットワークとネットワークをつないで通信することができるようになりました。覚えておいてほしいことは、同じネットワーク内であればスイッチを経由させて通信させることができますが、別のネットワークになるとスイッチだけでは通信させることができません。
このルーターという機械を使ってネットワークとネットワークをつないでもらって通信させる必要があります。ではネットワークとネットワークをルーターがつないでいるところを見てもらったところで、最後にブロードキャスト通信を止めてくれているところまで見てみたいと思います。今回は DHCP を有効化してブロードキャストの通信を発生させてみたいと思うので、可視化される情報をフィルターし直してみたいと思います。シミュレーションモードを起動させて、可視化したい情報を ICMP から今度は DHCP に変更してください。 ICMP のチェックを外して DHCP にチェックです。では PC1 の DHCP の機能を有効化させてブロードキャストの通信を発生させます。 PC1 をクリックして、デスクトップのコマンドプロンプトが出ている人は一度閉じてください。 IP コンフィギュレーションを選択して DHCP をチェックしてください。するとこのように DHCP の情報が可視化できています。このデータがブロードキャストの通信であるかどうかはクリックして中を見てみましょう。レイヤー2の宛先 MAC アドレスが全て F になっていますね。これはブロードキャストの通信であることを表しています。ではプレイコントロールズの早送りボタンを使ってデータを進めていきたいと思います。 PC1 からスイッチにデータが届きました。ブロードキャストの通信なので、スイッチは受信したポート以外から出します。するとルーターに届きました。ルーターはこのブロードキャストの通信を通しません。なのでルーターを越えてブロードキャストの通信がこの右側の青いネットワークに影響することがありません。スイッチはブロードキャストの通信を止めることはありませんが、ルーターはブロードキャストの通信を止めます。ここもとても大切なポイントなので、しっかり覚えておいてください。ブロードキャストの通信がルーターによって遮られています。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは実習お疲れ様でした。最後に今回の学習内容をまとめておきましょう。今回はルーターの特徴について一緒に勉強しました。ルーターはどのようなものをつないでいるかというと、ネットワーク同士をつないでくれていました。 OSI 参照モデルでいうとネットワーク層に属する機械です。ネットワーク層に属するということは、物理層、データリンク層、ネットワーク層まで理解することができます。ネットワーク層では IP アドレスの情報をもとにデータを処理します。そしてルーターはブロードキャストの通信を通さないことでネットワークの負荷を下げてくれる役割もしてくれています。ルーターはブロードキャストの通信を中継しません。それでは今回はまず代表的なルーターの特徴についてお話ししました。もしこの動画参考になれば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。